はい、こんばんは、どんチャンネルです。12月9日、えっ、ー、と、昨日見た映画の感想をいきます。タイトルは、ショータイム。うん、ショータイム。通常、it's show time とかいう言葉がね、なんか耳についてるけど <coughs>、まあちょっとあらすじから入っていきましょうかね。フランスの中南部、酪農家のデイビッドは、 地方裁判所へ出頭する。まあこれ冒頭そういうシーンなんですよね。三代続いた農場が経営危機により差し押さえられてしまうのだ。なんとか二ヶ月の猶予を与えられたものの挽回の策はない。途方に暮れた帰り道、道端に明るく輝くネオンサインを見つける。キャバレーだった。そこで見たのは妖艶なダンサー、ボニー、ボニーの えー、魅力的なパフォーマンス、まあ、あのポールダンスをね踊っているんですよねデイビッドは納屋をキャバレーに改装して勝負をかけようと思いつく折しもクビになったボニーにデイビッドはショーの出演と演出を持ちかける怪しまれるもボニーはマネージャーと喧嘩別れしたばかりかくしてボニーは演出兼任の鬼となり デイビッドが集めた訳ありパフォーマーを厳しく鍛えると、見るむるうちにステージのパフォーマンスができていく。いよいよオープンを明日に迎えた日、思いもよらない事態が起きてしまうっていうね。まあ、気象点かな。うん。えっ、ー、と、デイビッドを演じているのがアルバン・イバノフさん。で、ボニーを演じているのがサブリナ・ウワザニさん。ですね。まあ、画面、 まあ物語を引っ張っていく使用人物はね、このお二方なんですよね。うん、で、周りに、まあ、当然、まあ、農場だからさ、いろんな人がいるんですよ。で、デイビッドのお父さんはね、えっと、まあ、心労が重なったかなんかで、まあ、農場うまくいってなかったんで、亡くなってしまったんですよね。で、お父さんが亡くなったのに、まあ、後を引き継いだ、 デイビッドはね、まあ、朝5時半に起きて必死こいてね、あの、牛の乳搾りを朝からやって、まあ、男で一人で頑張ってるんですよね、うん。で、デイビッドのお母さん、お母さんは、まあ、お父さんが亡くなったんでね、まあ、未亡人ということになってしまうんだけど、まあ、彼女にね、ちょっと、ちょっとしたラ,ラブロマンスがね、この映画の中で発生します。 で、まあお父さんのお父さん、じいちゃんは生きていて、まあ昔仇の人なんで、ね、自分がこう始めた農場をキャバレーに改装,改装するなんてとんでもないみたいな大反、大反対なんですよね、じいちゃんはね。まあそれはまあそうかなっていうのもわからんでもないなーみたいなね。えー、で、で、デイビッド自体が、デイビッド自体は奥さんと離婚してるんですよね。で その奥さんは、ま、近所か、近所にいるかなんかで、彼女はね、えっ、ー、と、まあ、美容師として生活を立ててるんですよ。ただ、今回、まあ、元、元旦那のデイビッドが、ああ、こういうふうに頑張ってるんだっていうのを聞きつけて、気にして、元旦那のデイビッドを、デイビッドに惚れ直すみたいなね、そういう役柄なんですね。で、 ボニーはもう自分も踊るし、そのパフォーマーたちの、まあ、ダンサーの振り付けとかね、踊りのチェックとかね、まあいろんなことを、まあ大車輪の活躍で頑張ってこなしてますよと。うん、えっとね、邦画で言ったらあの、フラガールをね、思い出しましたよ、うん。まあ、パフォーマーはダンサーがいたり、 ジャグリングする人がいたり、催眠術師がいたり、マジシャンがいたり、まあ、み、皆さん暇なんですかみたいな。まあ、まあ、個性豊かなね、キャラクターが揃って、まあ、この映画を盛り上げるっていう感じなんですね。でね、うーん、お話自体はね、すごい面白かった。もう、序盤からね、自分ずっと映画に、画面に集中してね、 笑いっぱなしでした。まあ最初ちょっと眠たかったかな。うん、<laughs> まあ、フランス、この映画はまあフランス映画なんだけど、まあ、ついこの間さ、まあナポレオンを見たばっかりなんでね。まあフランスって言ってもさ、こう、芸術の都、パリが確かにあって、ね、 あの、パリを舞台にする映画ってなんかこう、おしゃれな雰囲気が漂っててね。ああ、やっぱパリってところも一回は行ってみたいなーって思わせるようなフランスパリなんだけど、南部にある農場はね、あ、こんな感じなんだって、そのギャップにね、ちょっとギャップ萌えしました。うん。でも実際ね、フランスっていうのは、まあ、 核兵器も持っている芸術性の高い国っていうイメージはあるけど、実際にはね、農業国なんですよね、フランスってね。だから本当は、この農場が舞台になるような映画作品こそ全面に出るべきなのかなっていうのをちらっと思ったりしました。あ、で、言い忘れたんだけど、この、えっと、ショータイムっていうのはね、あの、放題で、現代は、the farm f o l l i e s うん、フォーリーズっていうのはフォーリーの複数形なんですよね。で、フォーリーっていうのは愚かさとか愚劣とかいう意味で、まあまあ、ヘイト言葉ですよね。だから直訳したら、ズザ,ザえっ、ー、と、農場バカってことなんですよね <laughs>。でも実際さ、そのデイビッドは、じいちゃんから父ちゃんと引き継いできた農場を守るために、 ねえ、差し押さえられないために、まあ、最後の手段としてこのキャバレーを始めるっていうことを考えたわけでね、まあ、はたから見たらね、何バカなことやってんのっていうふうに捉えられなくもないけど、まあ彼は真剣でね、あの、必死で考えたらこれしかなかったんだって言ってね、まあ、やり通そうとするんですよ。うん、農場を守ろうとするんですよ。で、そんな姿に、 別れた元妻もね、彼のことを見直すみたいなね、まぁ、あ、ちょっと、アットホームなね、映画でした。うん、<laughs> で、最後まで、まあ眠気もやってこなくて、最後までね、あの、身終わることができたんだけど、なんかね、えっ、ー、と、僕、まあこれ、僕個人的なあれだけど、 願わくばね、あの、まあ、パフォーマーの人たちがさ、ね、あんだけ練習した出し物をさ、最後ね、あの、もうちょっとこう長い時間こう、披露してくれたらな、っていうのがちょっとありましたね。で、実際には、この映画実際のエンディングは、あの、本当の、リアルの、えっと、農場は、こんな感じなんですよ、みたいな、えっと、 実写ムービーが織り込まれるっていう終わり方してるんですよね。エコー、ストップ。まあ、実際ね、ドキュメントものとかはね、よくある手法なんで、まあ、特に違和感は感じなかったんだけど、この作品に関してはね、あの、もうちょっとこう、長くてもよかったかな、みたいなふうに思いました。うん。まあ、 窮地に追い詰められた男がね、窮層猫を噛むじゃないけどね、みんなにね、支えられてね、頑張る様をね、見て勇気をもらいたい人とかにはね、すごいおすすめの作品かなと思いながらね、書いてまいりました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、お待ち申し上げております。失礼します。